キュナードラインはアメリカのカーニバルコーポレーションの傘下のイギリスの海運会社 P&O と共に長らくイギリスのフラッグキャリアの一つであった。1839年、サミュエル・キュナード、ロバート・ネイピア、ジェームズ・ドナルドソン、ジョン・バーンズと共にイギリス政府の郵便補助航路企業としてイギリスを呼び北たアメリカ郵便低層特許汽船会社を設立し、翌年に リバプール・ハリファックス間、リバプール・ボストン間、リバプール・ケベック間に、ブリタニア合意化新造船を相次いで就航させた。以後、同社は、政府の保護と、キュナード以下経営主脳陣の拉致により激烈な、業界の競争に耐え、コリンズ・ラインなどの強敵を尻けその基礎を固めた。1878年に株式会社組織に改め、キュナード規制会社となり、 1880年に、その株式を公募した。20世紀に入り、同社は、ポートライン及びブロックルバンクをそれぞれ参加に収め、キュナードグループを形成し、貨物船航路の経営に進出した。さらに1934年、長らくライバルであったホワイトスターラインを合併し、その主要工事キュナードホワイトスターラインに、クイーンメリー号、 クイーン・エリザベス号など豪華客船を就航させた。本社はリバプール。1963年当時の保有船舶は18隻、37万4573総トンで、グループ全体では70隻、82万7896総トンの船舶を抱え、定期船運航に専業していた。しかしその後10年ほどで、運航コストが年々上昇して、 経営不振に陥り、保有船舶を減らしたり、タンカーやコンテナ輸送部門に進出して、経営多角化を図ったが、赤字を計上し続けた。1980年代にはノルウェーでのクルーズ運営に参加し、1998年にはクルーズブームで業績が拡大したアメリカのカーニバルコーポレーションの参加に入った。キュナードラインのフラッグシップを長きにわたって務めた。 クイーンエリザベスに、大阪港天宝山岸壁にてキュナードラインの船は命名規則として末尾イアで終わる地名を鮮明とすることを伝統としたしかしルシタニア号の賠償船としてドイツから引き渡されたベレンガリア号が人名を冠したことで原則が崩れ始め1936年に登場したクイーンメリー号によってフラッグシップに限り冒頭に クイーンを冠するという新たな規則が加わる。実はクイーンメリー号は上記の命名規則に従いビクトリア号に内定していた。この最下のため社長がジョージ5世に越見した際にこの旅の新客船には偉大なクイーンの名を冠しますと遠回しに相乗したところメアリー王妃と勘違いされそうかありがとうと言われたことに起因する。クイーンメリー号は 資金繰りに休止約3年半放置されるなど建造が難航し国から多額の補助を受けていた関係からこの国王の命令は絶対だったのである。ちなみに同社がクイーンメリー号建造資金の補助を受けるにあたり条件の一つとして挙げられていたものに経営難に陥っていたホワイトスターラインとの合併がある。これは1934年に実行されオリンピック号や ブリタニック号などを引き継いだ。元ホワイトスターラインの船は、末尾 IC で終わる船名が、命名基準となっているがキュナードでも解明せずに、使用しているため、これらについては、命名規則の例外扱いである。ありがとうございます。